イメラジオ第2035回、今日は令和2年3月18日水曜日です。時刻は午前10時半、横浜港北水曜の朝です。水曜の朝、静かな朝ですね。空は薄いもやかかっていて、丹沢も富士もぼんやりとしか見えません。リスナーの皆さん、水曜日いかがお過ごしでしょうか。さて、夢ラジオの放送、今回は室町の頃、15世紀後半、教徳の乱取り上げます。教徳の乱、1454年から30年ほど続いた乱ですね。これは本当に乱と言っていい。しかも関東で続いた乱です。1454年の年末から30年ぐらい続いた乱。しかもこの15年ほど前には永享の乱といい、前回取り上げた足利茂忠治、足利茂忠治が将軍義教に倒された、そんな乱がありましたね。あれが1439年ですよ。ですから永享の乱が1439で、今回の教徳の乱、これが1454、15年ほどありますね。しかも父子で足利将軍に鎌倉公方が対抗した。父子で鎌倉公方が立ち上がったわけですね。で、永享の乱、茂忠治は義教にすぐに討たれてしまいました。逆賊の汚名着ればもう太刀打ちできなかった。茂忠治を支持する関東の武将もいなかったけれど、その子より痛いです。その子、重氏ですね。茂忠治の子、重氏、この子が立ち上がり、年末にね、教徳3年ですね、これは。教徳3年の年末、1454の12月27日ですよ。立ち上がった。そして関東管領、上杉憲忠を鎌倉で暗殺。この時には関東の武将で、この重氏に与力した者多かった。で、足利将軍は8代の義政の時代、義政がまだ若かった頃、まだやる気あった頃。そして義政はね、父義教と同様、この鎌倉公方の反乱を鎮圧するぞと。うまくいかなかった。義政は義教ほど強権的でなく、政治力もなく、ですからこの時義政は鎌倉公方を倒せなかった。これがこの義政の維新定家を招き、そして1467の応仁文明の乱へと続いていきます。ですから永享の乱、これが茂忠治ですよ。
そして教徳の乱、これが今お話ししている重内ですよ。で、この関東の乱がですね、もう関東の乱がそうですね、もう30年ぐらい前にあって、そして京で応仁の乱が起きた、こういう流れですから、まず関東から下克上は始まった。父茂忠治が将軍義教に対抗し、立ち上がったけど討たれ、そしてその嫡流の子供は茂忠治と共に討たれました。で、後の2人が後の結城合戦で担ぎ出されたんですけど、このお二人も討たれ、だからもう一人しか残ってなかった、茂忠治の男子は。それが重氏ですよ。そしてこの重氏も、もう父の志はね、そして兄の志は俺が継ぐぞと、もう気合入ってるわけですよ。この重氏さんは気合入ってましたね。そしてさっきの年末にですね、慣例を亡き者にして、そして関東管領を亡き者にするってことは幕府に歯向かうということですから、まあ義政もこの頃二十歳ぐらいで、威信を見せなきゃいけないですよね。将軍の威信を見せなきゃいけない。鎌倉公方の言いなりなんかにさせない、ならない。けれどこの時は関東の武将でこの重氏に付き従う者多かった。そしてこの重氏 VS 関東管領、そしてこの関東管領の背後には幕府がありと。その関東管領なんですけど、上杉家と一口で言うけれど、この時上杉家は3つに分かれていました。まあそれぞれ仲間といえば仲間なんですけど、3つ。越後上杉家、扇ヶ谷上杉家、そして山の内上杉家、この3つなんですよ。越後上杉家、扇ヶ谷上杉家、山の内上杉家ですね。この3つはね、対立もしたんですけど、分かれてはいるので、けれど外敵に対しては一致団結と。そして今回管領範忠がやられた。この範忠は山の内の上杉、確か山の内の上杉出身でした。で、これがやられたとなると、この3つの上杉がですね、もう重氏討伐にかかる。で、自分たちのお墨付きは室町幕府が与えてくれている。そして永享の乱、茂忠治の時と同様に、この時も重氏逆賊になるんですけど、何度も言いますが、茂忠治の時と違って、この重氏には付き従う関東武将が多かった。ただしですね、まあ幕府がついてると、で上杉も3つほどが固まってると、そしてそれに駿河の今川ね、駿河の今川も加勢して、上杉の側にね。だから結局鎌倉はもう取られてしまった。だから鎌倉公方なんだけども、鎌倉を追われた。もうこれから鎌倉に帰ることはできませんでした。そしてこの重氏がじゃあ本拠地にしたのは古河、古い川、さんずいですよ。古い川、今でも茨城県に古河市ってありますね。あの場所ですよ。古河公方となりました。鎌倉公方から古河公方へ。これが重氏です。もう鎌倉へ帰ることはできなかった。そして今日の将軍義政は自分の兄政友、以前の放送では弟政友と放送してしまいました。訂正します。義政の兄政友で、しかもお母さんは違いますね。異母系の政友を鎌倉公方としてね、
権威のある新しい鎌倉公方として鎌倉に下校させようとしたわけですよ。これでもう重氏もアウトと思ったんですけど、この正友はですね、鎌倉に入ることができず、やっぱり重氏の力は強かった。鎌倉に入ることができず、まあ、伊豆止まりなんですよ。で、伊豆で堀越公方となりました、正友がね。で、この正友の子茶々丸が圧政を敷いたという話は前いたしました。古賀本拠地とした重氏ですね。で、ここから古賀公方というふうに呼ばれます。その古賀公方に対していろんな諸将がですね、まあ、くっついては離れ、くっついては離れみたいな。だからこの時の関東武将も時には上杉に行ったと思ったら形勢逆転するとこの重氏の側に回ったりと、いろんな動きをしているわけですよ。そしてあの上杉側がね、上杉側が古賀を奪って、そして重氏を追い出すという、そこまで成功したんですよ。けれど重氏さっと取り返しましたね。そしてこの古賀で、下総の国古賀でもうずっと陣を張り続けました。だから倒せなかった重氏を。そしてだんだんとですね、途中にまあ休みの期間を挟みながら、もう30年間も関東でこの戦い続いた。で、30年も続くとですね、だんだん戦いが始まった時の当事者がいなくなっていって、一体何のための戦いなのかが分からなくなってきたんですよ。やがて応仁の乱がなんとなく終わったのと同じように、この教徳の乱もなんとなく終わり、けれど古賀公方は守った。ですから鎌倉公方はもうここでストップ。そして堀越公方はさっきお話した足利正友の系統、結局茶々丸で途絶えましたが、この古賀公方はこれ以降も重氏の後続いていくことになります。応仁の乱、京が焼けた。まあ当時の都だったから大きな事件ではあったけれど、それよりもずっと前に関東では永享の乱、そして今回お話しした教徳の乱、その立ち上がった持氏重氏。持氏は義教に一ひねりされたけれど、その子の重氏は義政に一矢報い、一矢報いどころか負けなかった。古賀藩は、古賀藩って言ったらダメですね。古賀公方はこれからも続いていくことになり、もう上杉も諦めた。そして足利将軍も諦めた。そして義政はだんだん政治が嫌になって、で応仁の乱とこう続いていくわけですね。夢ラジオ2035回、今回は室町の関東における反乱、教徳の乱取り上げました。水曜日の朝です。